はい、皆様こんにちは。リストドゥンケルハイトでございます。あえて実況プレイ戦国バサラ無印、続きをやっていきたいと思います。はい、信長さん3回目ですね。はぁ、あ、難しいわ、疲れますわ、本当に。乱世よ。はい、はい、前回は徳川家康、ちび家康を撃破いたしました。ただかつ怖かった。お、どこ、おー、武田軍が領を広げてますね。おー、伊達軍、おー、勝ったー。じゃあ、伊達軍行きましょうか。前回はね、政宗様をね、操作してたんで行くことはなかったんですけれども。ここぶつかってどっちが勝つか見たいっていうのもありますけどね。どうしようかな。政宗様のところは、多分次のキャラクターのところに絶対に行きますからね。じゃあ、政宗様は、ひとまず置いておきます。じゃあどっち行きましょうね。兄貴か元隣か。元隣の前回の政宗様の時にあれがよくわからなかったんですよね。多分門をぶっ潰されるまでになんとかっていうのが面白いなと思うんですけど、ということで元隣とか行ってみましょう。幻のごとくなり。はい、技新しいの覚えませんね。いつになったら覚えるんだろうな。さあ、この武器はまだこっちより弱いですね。ちびっとですけど。どうしよっかな。いっぺん使ってみますか。ちょっとな、やっぱ、こう、吸収は嬉しいけど、減っていくっていうのが怖いんですよね。さあ、レベルは、レベルも、ちょっと待ってください。敵、10人以上一応いますね。じゃあ、まあこのままで全然変化なくてすいませんね、本当に。はい、やってまいりました。ここ前回動画を見直してて思ったんですけど、なんか飛んで門の向こうに行けるんですよね。水攻めを開始して1週間。はい、間もなく城は没するはずです。なので、そうそう、これこれこれ、こっからポンって飛べるんで。でもどこから、この高松城を沈めると申すか。多分この門は最後の方だと思うんですよね。だからここから行った方がいいんじゃないかな。あ、行って。このまま死ぬわけには。敵の上陸を許すな。これどうだ、ここでどうだ。本門向こう手に敵多数。とりあえず一つ、あ、ちょっと待ってください。もう一人誰かいる。いた。素早くやなんとか。ただ舞台壊滅しましたね。日輪よ。はい。将来がある。一旦降ります。申し訳ありません。先にごめん。お。戦に犠牲はつきもの。多分真ん中の門は最後の方だと思うんで、ほっといてもいいと思うんですよね。この門に関しては、あれ？道がない。行けないのかな？え？この門どうやって上行くんだ？なんと、こちらが押されているのか？ん？こいつは倒したくてもいいか？いや、門が持ちませんと言われても、すいませんけど、この門の裏はどうやって行くんだろう？なんと、あっち行くか。こちらが押されているのか。真ん中の門行きましょう。間に合うかな。間に合わない気がするな。信長さん足遅いし。とりあえず今のところ門を潰されてる様子はないんですけど。はい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 。のじめさんが頑張って、あー、潰されたかな。やられたー。はい、どんまーい。あっちかい。でもあっち、でもあっち行けないですよね。行けなかったんですよね、さっき。どうやってあっち行ったの。あ、あれかな、もしかして水辺から行くのかな。なんか水辺の、水辺っぽいの、なんか周りがちょっと白いですよね。あれから行くのかな。あー、いた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 。あ、そこから行けばよかったのかな。
多分そうだと思うんですよね。あ、でも、でもひどいな。いけないな。難しい。よくわからん。とりあえず、光ってる赤いやつを先に倒しましょう。よいしょ。それは武器の運動何も気にしてないですけど、今のところ順調なんですかね。やめてやめて。なんか、今ゲージ、ストップのゲージを見ながら やりましたけど、当たっては、なんか、減っては増え、減っては増えって感じですね。じゃあな、こういう時の方がいいのかな。攻撃を当てさえすれば回復するわけですから。お見事でございます。でも多分一気に何人もの敵を切れば回復量が多いっていうことですよね、これは。で、こういうふうにつづらしか殴らないと回復はしない。痛いよっていうことなのかな。だったいったいって味方部隊が苦戦している模様ですけど、つっても反対側なんでちょっと間に合いません。無理やし、ごめんなさい、すいません。っていうか信長さんだったら死ねやって感じですよね。ごめんなさい、今のはね、多分信長さんだったらもう勝手に死ぬ、おめえが悪いみたいな感じでほっときそうですよね、絶対に。この信長さんはね、どの信長さんもそんな感じはしますけどね。弱いやつは死ねばいいみたいな感じの発言をしそうな感じですね。あの分はまあ犯されてますから。それにしてもあそこの奥はどうやって行けばよかったんだろう。この左側から横から行けばよかったのか。両姫さんが頑張ってますね。あ、ランマルもいますね。今一瞬丸しか見えなかったから赤月丸って思っちゃった。違う違う。そしてここがいつも若干道を見失う。さあ、とりあえずどうやってここを渡れないしな。この門は崩されるしかねえんじゃねえか。はい、ほいほい、なんか怪物したようですね。いたた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 、おう。さあ、あれ、なんで我が潰す。なんで潰された今。なんで守ったんじゃないの。新たに出てきたってこと。はい、いらっしゃいませ。采配元なり、いらっしゃいませ。光ってますね。一応あれ一輪を背負ってるってことですね、これ。謎だなぁ。いっぱい出てきた。そうか、いっぱい出てくるんですよね。ここほんと謎。別にこのまさかとは思うけど、このねえ、よいしょ、このないですよね。我が夫人が、どうやってここには行くんだろうな。バシャ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 、謎だ。さて、たくさんまた出てきましたね。これ10人ごとに増えるとか。今自滅したぞ、爆弾兵が。バカだなぁ。よいしょ。ほっ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 。ほいほいほい。どういった、痛いですか。我が夫人が、さっきからあんまり技使ってねえって今ふと思った。今ずーっとボコボコボコって丸ボタンだ、丸ボタンじゃねえ、四角ボタンで切ってましたから、なんか技使ってなかったですね。どうも武器のおかげでなんとか技で蹴散らさずに済んでるようですね。ほいほいほい、おい、痛い、受け身が取れなかった。よいしょよいしょ、逃げる。おいおい、爆弾兵完全にこの赤いやつを攻撃したぞ。バカだな爆弾兵。だからさ、どないして言うねん。もう味方部隊をね助けている余裕はなし。味方部隊を助けている余裕はありません。味方部隊を残した方が経験値は多めにもらえるっぽいですけど。援軍が来たぞ。援軍っていうか信長さんただ一人ですけどね。誰か潰されたな。一輪よ、長蘭丸。よいしょよいしょ、痛いよー。
よいしょ。危ない、この機械が、この機械が。そなたたちの死の先は家の未来。あばば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 ば。うげー、指上からガンガン撃たれてたり。もう隣が出てきそうだったよ。ちょっと待って、ここに一人。マントに吹っ飛ばせるはずだ。あー、間に合わなかった。待とうか。今非常に死にかかっております。 OK。 とりあえずあっちに出てくよ。ほい、ここで使うってどうなんだろうって感じがしますけど、まあいいや。回収できたし、潜水を。よし、ではこの親衛隊と倒して元成に行きましょう。よいしょ。ほいほい、一体を相手にするより何人もの敵を殴った方が、よいしょ、回復ができるはず。よし、あった、つづらをとりあえず、よいしょ。ねえ、いけいけんちかよ、まさかの。さあ、お隣多分あの裏ここですね。何やってんのあいつ、何やってんの、今謎の動きをやってたぞ。お隣大丈夫？あ、それあれなんだ。あ、わかった、このセリフあれなんだ、あの政宗様がレッツパーリーヤーハー言うのとほとんど一緒なんだ多分。あのボスの武将の目の前に行った時に必ず言うセリフなんだこれ。一番最初の時言ってた記憶があまりないですけど。忘れたか。元までめっちゃ転がってた。ほい、レイ。当たらん。当たってるかがよくわからん。当たらん。やべ、危ねえ。なかなか焦げやって。当たってない。向きがよくわからねえんだよな。うん、危ない。外した。我が城を沈めたこと。ほいほい。後悔させてやろう。おう。やっぱ経験じゃない。ヒットポイントの。ヒットポイントのあれがな、なかなか。あ、いったん。あ、つづらねえ、ここ。あ、すぐ壊したのか。ここ来ねえと思って。ほい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 。最後に一発が当たらんかったな。小賢しい。よいしょ。思い通りの動かん。あ、痛い。あれ、どこ行った？痛い。弓がいるのか。いけるか。じゃ。うん。よいしょ。あ、飛んでる。当たるかな。当たってない。バサー技の時ではあの武器の効果はないんですね。よいしょ。そうか、あれだな、空振りするとまずいんだよな。あ、間違えたよ。毛利の意向を示す働き、見事で。空振りをするからな。いっ、このままではならぬ。ゲッ。これを、あ、今赤ゲージを逆に利用しようかなと思ったけど、その前に倒しました。微妙な普通の攻撃でやっちゃった、ごめんなさい。見たか。はい、この武器いいんだか悪いんだか微妙ですね。武将戦の1対1になるとピンチですよね。空振りでも減っていきますから。でもまあ赤ゲージにわざとなるっていうのもありかな。ちなみにこの技を振ることで死ぬんだろうか。さあ、先ほどなんとなく言い間違えたな私って思ったんですけど、まあいいや。おー、これですね、ヒット数が伸びやすくなる。どうなんだろうこれ。お金がたくさんもらえるわけでもないし、お金の概念ないし。さあ、なんか覚えたしですね。王将やっぱ、ま、門を完全に守りきらないとダメなんですかね。なんか覚えた薬剤のトゲですかね。一体どんな技。あ、なんかなんとなく分かったような気がする。
それでは今回はここで切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。